僕らとかスタッフとかもいろんな人が関わってこうステージを完成させていくんですけども、学園祭もね、きっとねそこと似てるとこがあると思いますので、この曲はね今日の皆さんにすごくぴったりな曲だと思います。それでは聴いてください、ファミリア。人生の一部の人、ファミリア、携帯の着信履歴をいつも埋めてくれる人、ファミリア、時に喧嘩して離れたりでもいつの間にかそばにいたり、ファミリア、何かあるとすぐ駆けつけてくれる人、わけもなく孤独だと思うのは一人じゃないと感じるためにあなたがくれた気持ち。まるで自分のことのように幸せを感じる人、ファミリア、できれば僕より先に死んでほしくない人ばかりだけど、ファミリア、決して僕が次に死んじゃいけない人もいる。どうしてもっと素直になって言わなきゃいけないこと言えないだろう、身振り手振りじゃ伝えきれない言葉が生まれた意味を知るよ。愛してありがとう、なかなか伝えきれないけれど、やっぱり伝えなきゃいけないわ、今届けたい歌があるんだ。La, la, la, la.